九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は途中の北市まで快速、関空列車の途中駅です。途中の北市まで止まります駅は、南福岡、大野城、北市です。電車駅にご注意ください。本日遅れております特急列車の通過を待ちわせるため、この列車はただいま博多駅を約2分遅れて発車しております。列車が遅れまして、ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。申し訳ございません。お客様にお願いいたします。優先席付近では、混雑時には携帯電話の電源をお切りください。また、それ以外の場所では、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。この列車では、各車両に優先席を設けております。優先席を必要とされるお客様には、席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。なお、6点目の荷物は、荷物の屋根の上に置いていただくなど、不審なお客様へのご配慮をお願いいたします。JR 九州からのお願いでした。次は、南福岡に停まります。ご乗車ありがとうございます。まもなく南福岡に着きます。乗り換えのご案内です。春日水木方面、普通列車の北海中期は12時48分、着きました。ホームの階段は2番乗り場です。堀内は右側です。1番乗り場に着きます。開くだと足元にご注意ください。南福岡を出ますと、次は大野城に停まります。
閉まるドアにご注意ください。次は大野城に停まります。お客様にお願いいたします。高齢により危険物の持ち込みが禁止されています。それで不審な荷物などを発見する場合は乗務員までお知らせください。また危険な行為を発見するなど緊急の場合は各車両に設置しております。非常ボタンを押してお知らせください。列車が緊急停止し乗務員が対応します。また事故防止のため急便を切ることがありますのでご注意ください。JR 九州からのお願いでした。ご乗車ありがとうございます。まもなく大野城に着きます。堀道は左側です。開くドアと足元にご注意ください。大野城を出ますと次は北海道に停まります。閉まるドアにご注意ください。次は北海道に停まります。
きます。乗り換えの番号です。特急アンクンバス緑27号ラッセンボス久保駅は10時48分。この列車が着きました。1番乗り場です。堀口は右側です。1番乗り場に着きます。逆側の足元にご注意ください。なお、次の1回中に終点の外までこの列車を各駅に停車をいたします。島沢にご注意ください。先輩さんです。ご乗車ありがとうございます。まもなく天拝山に着きます。堀口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。島沢にご注意ください。次は春田です。
がとうございます。野村くん、春田に着きます。堀口アミー側です。次は足元にご注意ください。春田線をご利用のお客様を乗り換えです。座る段にご注意ください。次は欅台です。ありがとうございます。まもなく欅台に着きます。堀口駅側です。やった足元にご注意ください。島田にご注意ください。次は木山です。ご乗車ありがとうございます。
まもなく桐山に着きます。降り口は左側です。開く側と足元にご注意ください。天城鉄道をご利用のお客様を乗り換えです。なお次の桐山では約2分停車をいたします。ご乗車ありがとうございます。この列車は12時56分に発車をいたします。普通列車の途中駅です。ただいま通過車を待ち合わせております。発車まで2分ほどお待ちください。お待たせいたしました。普通列車鳥栖駅発車します。島根にご注意ください。次は弥生が丘です。
乗車ありがとうございます。まもなく弥生川に着きます。堀道は左側です。ヤクザは足元にご注意ください。ショルダーにご注意ください。次は田代です。ありがとうございます。まもなく田代に着きます。堀道は左側です。ヤクザは足元にご注意ください。発車します。島田さんにご注意ください。次は終点トスです。終点のトスより乗り換えのご案内です。久留米大牟田方面普通列車のアロー行きは13時9分、ホーム帰りまして2番乗り場です。
高崎線新都市佐賀方面、鶴瓶市の肥前鹿島行きは13時7分、着きましたホーム向かい側、3番乗り場よりすぐの発車です。特急リレカウェイ19号長崎行きは13時15分、5番乗り場です。なお、特急リレカウェイ19号長崎行きにつきましては、鶴瓶温泉線に九州新幹線に接続しております。本日も JR 九州をご利用くださいまして、ありがとうございます。まもなく終点と進みつきます。堀口は右側です。4番乗り場につきます。開くドアと足元にご注意ください。